雪のステージご注目ください。お願いいたします。それではただいまより第29回ふるさと食品加工技術コンクールの表彰式を行います。まずは最初にふるさと食品加工技術コンクール実行委員長であります昭和村長馬場公員よりご挨拶を申し上げます。お願いいたします。平成23年度ふるさと食品加工技術コンクール表彰式の開会にあたりご挨拶申し上げます。このふるさと食品加工技術コンクールは地域特産物を利用した加工食品や昔から伝わる郷土料理などを出展していただき地域産業の振興につなげていこうという開催しているものであります。本年もたくさんの素晴らしい作品が出品され、今回はこのように開催できましたことを大変嬉しく思っております。出品された作品はどの作品も大変素晴らしい出来栄えであり、主催の方々も大変ご苦労されたことと思います。参加された皆さんでは、今後とも食品加工技術の腕を磨いていただき、島村の振興に寄与していただきたいと思います。また今回出品されなかった方々も来年はぜひご参加くださいますようお願いいたします。なおお忙しい中審査をお願いいたしました。こんな島村認定農業者連絡協議会長さんをはじめとする審査員の方々ご苦労様でございました。中心より感謝申し上げます。娘に皆様方のご健勝ご活躍を国民申し上げ挨拶いたします。ありがとうございました。さて先ほど皆様の審査結果並びにコンクール会場にて出品物を拝見させていただきました。ご覧になったご来場の方も多くいらっしゃることでしょう。豊富な昭和村産の農産物と、またそれぞれの出品者ならではの多彩なアイディアが詰まった自慢の加工食品ばかりでした。本日出席いただいた審査員の方々も審査に大変ご苦労なさったようです。そんな中、厳正なる審査を受けて、それぞれの賞が決定しておりますので、発表と表彰に移らせていただきます。それではまずはじめに昭和村長賞の発表です。昭和村長賞を受賞されたのは土地の実大福を出品されました皆川きぬい様です。どうぞお進みください。馬場村長からお渡しを行っております。おめでとうございます。さあそれでは受賞された感想を一言いただきたいんですが、私こちらです。あ、こちらですが、私こちらです。はい、はい、受賞された感想、はい、あんの代わりに あんこでなくくじの実を使いました。それで土地の実大福、うん、はい、感想、まあ、こんなのならみんなに美味しく食べてもらえるかなと思って作ってみました。ありがとうございました。工夫された思いが実って昭和村長賞を受賞されました皆川さんです。おめでとうございました。それでは認定農業者連絡協議会長本田様にお願いいたします。なるほど。おめでとうございました。
続いては雑穀の部大賞の発表です。雑穀の部大賞を受賞されたのは三色庵入り春駒を出品されました星孝子様です。おめでとうございます。表彰は先ほどに続きまして昭和村認定同業者連絡協議会長本田様からお願いしております。お送りいただいております。おめでとうございます。続いても表彰を昭和村認定農業者連絡協議会長本田様にお願いいたしましょう。続いてはデザートの部大賞の発表です。デザートの部大賞を受賞されたのは玄米粉入り10年パンを出品された斉藤千代子様です。どうぞお進みください。おめでとうございます。おめでとうございました。それでは続きましてふるさと賞です。ふるさと賞2名の発表です。まずはじめに赤飯を出品されました渡辺ふて子様、どうぞお進みください。表彰は昭和村農業委員会長青木様からお願いいたします。おめでとうございます。ふるさと賞お二人目です。山菜とニシンの煮物を出品された斉藤京子様、どうぞ前へお願いいたします。ちょっとごめん、巻いております。おめでとうございました。それでは続きましてアイデア賞です。アイデア賞アイデアの部大賞を受賞されたのはハイマキチマキを出品されました関家孝子様です。どうぞお進みください。昭和村農業委員会長青木様から贈られます。おめでとうございます。続きまして努力賞です。努力賞を受賞されたのはそば粉入り肉まんを出品された渡辺光子様です。どうぞお進みください。 JA 会津緑昭和総合支店長栗木様から送っていただきましょう。おめでとうございました。そして最後に奨励賞の発表です。奨励賞はつまみを出品された青木富子様が受賞されました。本日はお越しではないんですが発表とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。さて今年のコンクールで見事受賞された皆様にどうぞもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。さあそれでは、はいはい、では好評がございますので好評先によろしいでしょうか。それでは審査会が本日午前9時30分から開催しておりましたがその審査会を代表いただき福島県会津坂根農業改良所種山普及所の長谷川様に審査公表をお願いいたします。種山普及所の長谷川と申します。今回の加工技術コンクールの審査員を代表しまして私の方から一言審査公表を述べさせていただきたいと思います。今回のコンクールにつきましては村内各地から、11名の方々が参加されまして、総数16点の優秀な作品が集まってございます。今回これら出展されたものにつきましては地域の農産物資源をふんだんに使用した食品加工品であり、私たちの予想を超える長
彩な作品がございました。今回ご出品くださいました皆様に心よりお礼申し上げます。本コンクールの目的は村内農産物資源を活用した食品加工技術コンクールの開催を通じ本村の産業振興に寄与することでございます。このため審査は農業関係者のほか、学校教育や食の業務に携わる、審査員7名で味、見た目、栄養面、独創性これらを総合的に審査し、評価させていただきました。選考の結果昭和村村長賞会津緑農業協同組合総合支店、支店長賞金山地区農業改良普及協力会長賞、大賞ふるさと賞アイデア賞、努力賞奨励賞合計11点を選考させていただいてございます。今回の審査結果はあくまで、本コンクールの趣旨に照らし私たち審査員が選択した結果です。今回出展されたものは上位下位棒をつつけるため大変優れた作品であったことをこの場でご報告させていただきます。なお、昭和村長賞を受賞された、昭和村大橋の皆川絹井さんの出展の土地の実大福、これらは土地の実、国、地域農産物をふんだんに使いまして今すぐに販売できそうな点が高く評価されたことをご報告いたします。最後に今回のコンクールにご応募くださいました皆様並びに入賞された皆様が今後も加工の分野でますます活躍され本村の産業振興に寄与されることを心よりお祈りし公表とさせていただきます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。本日の審査の公表をいただきました。さあそれでは最後に記念撮影でしょうか。では受賞者の皆様遠慮せずにどうぞ中央へと村長もお越しですのでねご一緒に村長を囲みながらお願いいたします。ぜひどうぞ皆様でお願いいたします。ご来場の皆様が見守る中ふるさと食品加工技術コンクールの表彰式を行わせていただきました。見事それぞれの部門で受賞されました皆様ステージ上での記念撮影でございます。立ち飲み大福栗を使ったというそういったアイデアも光る一品昭和村長賞に輝きましたね。その他にも実際に試食なさったご来場の方あるいはご覧いただいた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。はい、じゃあ行きますね。ここ見てください。はい、行きますよ。もう一枚行きます。笑って笑ってってリクエストがありましたよ。いいのかい。こっち OK です。欲しいものを作って見事受賞されました皆様です。どうぞもう一度大きな拍手お送りください。おめでとうございました。あ、そうじゃあ俺の一票だ違うか